皆さんこんにちは。こんにちは。美少プレゼンツアカデミーニュースの時間となります。よろしくお願いします。お願いします。なんか顔疲れてるね。いやー、森川さんのトレーニングメニューを、はい、シャカリキに走り回ってもうヘトヘトです。我々今日ね、はい、指導実践ということでアカデミーで、はい、指導のこう研鑽していくんですけど、その動いた後ということで前線からの守備をひたすらしました。はい、まあ元気出して、はい、元気出して、はい、やっていきましょう。はい、まずは FQ グラスルーツのところから、お知らせをしたいと思います。森川さん、虹色キャラバンってご存知ですか？いい質問ですね。はい、はい、子どもたちがこう主体性を持って自分たちでこう考えてこう答えをこう探していくような取り組みですかね。はい、さすがです。で、今日はですね、虹色キャラバンを、がどういった活動なのかっていうのを、今回ちょっと皆様にご紹介させていただけたらと思っております。10月の4日金曜日に、岡山市南区の東宇根小学校へお邪魔させていただいて、活動を行いました。その時の活動の様子と、担当したよしコーチのインタビューを撮影してきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。アジアの岡山っていうね、そういうチームから今日は2人、選手じゃないんですよ、コーチって言われる人がね、今日は来たので一緒に楽しみましょう。ハイタッチゲームっていう、ね、ハイタッチで分かる、ねえねえ、これはね10点なんですよ。これは1点です。これ10点です。全員座るのが大半の中です。ただいまの勝負。考えた。相手がですね。あ、ボールを横にずれていこうと。気合で。気合で乗り切った。組の人が A 組見たら女子が一番。男子チーズ並んで、なんか焦ったかしらけど、みんな並べ急にな、A 組のマネしなしてな、おかしまねーって言ったら、前のショックで今のやり方よりもうちょっといろいろ工夫するとできるかもしれないし、1分ぐらいで女子だけはこう真ん中までして、そこ男子が頑張る。同じ人と何回もダメなんですか。ダメって言ってないよねって言って。これで20点。2、4、6、8、100。その方法めっちゃいいアイデアやなと思ったけど、途中でなくなったの。そうだよね。で、女子だけがいるっていうところが、またどうするか。じゃあ次は一人一個ボール持ってきてください。どうぞ。見ていかがでしたか？楽しかった。あ、そんな意見あるんや。じゃあそれやってみようとか。じゃあ逆にもっとこういう意見あるんじゃないとか。もっとこうしたらいいんじゃないみたいな。多分いろんなところでできると思ったら、またそんなことをやって、A 組にもっともっと素敵なクラスをしてください。はい。はい、じゃあ立って終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。よしコーチ、先日の虹色キャラバンお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。虹色キャラバンの、うん、どんなことするのかっていうのと、目的みたいなのをちょっと教えてもらえたらと思います。はい、まあ、実正式には今年度から始まったプロジェクトになります。で、今皆さんもお分かりの通り、
すごい時代が変わっていってて、まあ、機械が入っていったりいろんな気候変動で本当に先が読めない時代の中で、まあ、子どもたちがどう生きるか、まあ、そこに問いかけるようなプロジェクトになってます。狙いが学校教育も変わり出していって、まあ、20年度から学習指導要領が変わっていって、まあ、主体的対話的で深い学びっていうのがキーワードになって、まあ、サッカーも実際自分でやっぱり考えたり自分でこう動き出したり自分で決めないといけないっていうのがやっぱサッカーの中で必要になっていって、まあ、そこをトピックとして持っていくようなプロジェクトになってます。活動の中で子どもたちの変化とか様子っていうのは、うん、久永さんから見てどんな印象をお持ちですか？そうですね、まあ、我々のこう指導スタイルも、指示命令はしませんっていうのがキーワードになっていて、じゃあどうするかっていうとこう問いかけて待ったりっていうのがキーワードになっています。なので、どんな風にやるかとか誰とやるかっていうのは、私からはお伝えしてなくて、でもそれが子どもたちの学びになってると思っていて、誰とやるかどこでやるかどんな風にやるかを子どもたちに考えてもらったり工夫してもらったりしながら、我々をこううまく見守りながら伝えていけたらなっていうのが、まあ、大きな大事にしているところかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、また来週も虹のキャラバンありますので子どもたちのいい刺激の場となるようにこれからも頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よしごちありがとうございました。この虹色キャラバンは、子どもたちが、スポーツを通じて、まあ、自分を好きになってもらって人と人とのつながりの大切さを知るような活動の内容になっております、うん、で動画で、ヨッシーコーチが、伝えていたように今どんどんこう時代がこう変化をしていく中で、子どもたちがどう生きるかどう考えるかっていうのがとてもこう重要になっていく中で、学校教育もまたいろいろ変化していく中で今主体的かつ対話的な学びが結構重要と大切になってくるという中でこの活動では子どもたちが課題に対して自ら考えて自らこう行動して仲間と一緒に問題解決をしていくようなことを促すようなプログラムになっております。でプログラム内では、子たちはこう指示とか命令っていうのはもう一切行わずにどっちかといったら子どもたちの問いかけであったりとか、子どもたちのこう行動をこう待つような、対応をしておりまして、僕も実際に小学校に行って活動を見てきたんですけどこう子どもたちがこう子どもたちのことを待ってあげることで、うんうん、子どもたちがこう考える状況をこっちが作ってあげれば課題に対してこういろんな子がいろんな意見をこう出し合って、こう活気が出るような、まあ、動画でもあった通りすごい活気が出てました。その中でこう自分の意見を言うことプラス他の人周りの人の意見を聞いてその意見と自分の意見とかいろいろこう考えた中でじゃあどれを選択すればこうより解決できるのかとか、うん、そういうのをまたみんなで考えてじゃあそれするためにはどうやって誰と協力してどうやったらうまくみんなでできるかっていうのをこう活動の中でこう取り組んでいくようなでこう主体的な行動や言動とこう対話の中でこうそれをスポーツを通じてこう経験体験できているなっていうのはすごい感じることができました。これ森さんチーム活動でもすごい大事になってきますよね。いやめちゃくちゃ大事ですね、まあ、サッカー自体がやっぱ仲間と協力して、うん目的を達成するためにこうある意味答えじゃないですけどこう変わっていく状況の中でそれをやっぱ見つけてでこう仲間と協力して何か一つのものを作るというかそこはもうすごくつながる部分があるなっていうのは思いますね。本当こう子どもたちの本当いろんなアイディアってすごい、うんまあ、あそういうこと考えてるんだとか、うん、そういう意見をまとめるのはまたすごい大変な作業で、うん、ただこうみんなで一緒にできた時の達成感っていうのはすごい、うん、こう子どもたちみんな笑顔になるしすごいこうまあ、45分ぐらいの活動だったんですけど、うん、すごい刺激が多い学びが多い時間になったのかなと思います。でこの活動は岡山県内の小学校に対してコーチがその学校に出向いて活動をしております。で学校の授業の時間に合わせて、まあ、こちらも全然調整してこう実施することができてでもうお金は一切かかりません。用具もこちらで全部準備しますので、岡山県内の小学校でちょっと実施してみたいなっていうところがありましたら虹色キャラバン事務局っていうのが
ここら辺に出るのが出ますので、はい、ここまでご連絡いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。これでも指導者もね、腕がいるよね。いや、これ相当難しいですね。45分の中で主体性をこう、はい、発揮させながら、そうですね、うん、こう見守るけど、やっぱみんなが同じ物事について考える、うん、まあ、雰囲気といいますか、うんうん、そういうのは僕らの問いかけだったりとか、うん、こう言葉とかで促さないと、まあ、やっぱバラバラになっちゃうんで、うんうん、そこら辺のこう塩梅といいますか、うん、やっぱよしこってすごいなっていうのは、うん、やっぱ改めて、これやりながら 見てたんよね、はい、見ました。なんかやりながらそうやってこう主体性を持って、はい、まあ、ある意味リーダーじゃないけど、そういう子どもたちがポンポンポンって出てきたりするの、はい、あ、出てきてましたし、ちょうどこのクラスにうちのアンダー12の選手がいて、めっちゃ主体的でした。素晴らしいね。いや、本当めっちゃ、うん、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。嬉しいね、はい、うん、まあ、今を生きるこうために必要な能力だからね、ぜひね、はい、そうですね、うん、今の本当子どもたちのこう成長の手助けになれたらと思いますので、うんうんうん、本当に頑張っていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ普及グラスルーズからは以上になります。はい、じゃあ続いて、育成部から、の共有です。まずアンダー18です。A チームがプレミアリーグウエスト17節、力がある首位、はい、大津高校さんとの試合で、それから B チームがケンプリンスリーグ、第14節倉敷水晶高校さんとの、試合が週末ありましたので、それぞれ映像がありますので、ご覧ください。どうぞ。Thank you.
プレミアリーグ、オズ戦残念ながら1対2で敗戦というふうになったんですけど、山ちゃんこの試合見てた？はい、見てました。もうフルで見てました、はい、で負けたんですけど、こう本当にこう次につながる試合になったんじゃないかなっていうふうには、思ってます、はい、でなぜかというと、まあ、やっぱ試合の入りから本当に、このゲーム勝ちたい、この状況なんとかしたい、残留に向けて、勝利をものにしたいみたいな意思がやっぱり見えた。そうですね、うん、それはプレーに乗り移ってたし、で本当に前半の入りも良くて、であとはこう戦術的なところもあるんですけど、相手にこうやりたいことをやらせなかったっていうのが非常にこう良かったなっていうふうに、見てます。で前半で一つね取って、で後半やっぱり相手も、このゲーム勝つっていうところで一つ力があるんでギアを上げてきて、まあコーナーキックから失点、はい、で PK で失点、したんですけど、まあ、ここからがなんか本当に次につながるなと思ったんですけど、いつもだとここからちょっと心が折れるじゃないですけど、うん、こうパワーダウンをして、はい、3点目4点目取られるような内容だったり、まあ、そういった事実、3点目4点目本当にこう取られるような状況になってたんですけど、こっからまた一つギア上げて点を取りに行こうっていう姿勢も見れたし、実際に力がある相手に対して押し込める時間もあったんで、はい、あこれだったらまた次にこうつながっていって、また勝ち点にこうつながっていくのかなっていうふうに僕は見えたんで、はい、どう見えました？そうですね、まあ、失点も、まあ、セットプレーだったんで、うん、まあ、そこのこう追求はしていくものの、うん、まあ、流れの中でこう崩されての失点っていうのは今回なかったし、うん、それこそ森さん言ったみたいにこう押し込む時間帯もあったので、うん、こう、まあ、周囲相手にかなりこういい試合ができたのかなっていうのは思うと同時に、うん、まあ、今の続けていけば必ず結果もおのずとついてくるんだろうなっていうのは、ね、うん、まあ、今選手はとても今苦しい時期過ごしてますけど、うん、こうぶれずに引き続き頑張ってほしいなっていうのはすごい思います。ですよね。でやっぱり前回の放送でも言ったのかな、こうトレーニング自体が良くなってるというか、うん、はい、こう強度も上がってるし、そこの、まあ、テンションみたいなところも良くなって、うん、まあ、3年生はね最後のこう年で何とかしたいっていうところで、まあ、声は出しつつも、あと後輩の2年生1年生試合に出てない選手も次は俺なんだみたいなところがこう出てきて、まあ、活性してるんで、うん、まあ、そういったのも要因なのかなっていうふうに思うので、ぜひね続けてもらって、はい、次の試合にねつなげてもらえたらなというふうに思います。はい、で続いて、アンダー15なんですけども、週末アンダー13のプログレスリーグ、J フィールド岡山さんとの試合で、それからアンダー15のプログレスリーグ最終節、宿敵ライバルのサンフレッチェ広島さんとのゲームがありましたので、映像の方を見ていただきたいんですけど、 J フィールド岡山さんとの試合がちょっと映像が、入手できなかったので、はい、サンフレッチェ広島さんとのゲームだけになりますけども、ご覧ください。どうぞ。ナイスアリア。
疲れ様です。お疲れ様です。先日、サンフレッチェ広島さんとの、試合で、プログレスリーグ、終了しました。リーグ戦を終えての感想を教えてください。はい、今シーズンは、本当に全チームすごく力がある、チーム で、リーグ自体が本当に大混戦で、シーズンの初めに目標で掲げていた最終戦まで優勝争いをするという目標に対しては本当に緊張感のあるゲームを最後までできたということに関してはすごく評価をできる部分ですし、彼らが頑張って勝ち取ったところかなとは思っています。ただ最終戦で広島に勝ってみんなで大喜びをしたかったんですけど、結局その時点で優勝が決まれなかったということを振り返ると、やっぱり終盤になかなか勝ちきれなかった時期のワンプレーの重みだったり、一歩足出すとか、こうもう一個丁寧にするとか、本当にその、今言ったワンプレーの大事さっていうところに戻るのかなと思うので、ここは今後またよりレベルアップしていきたいかなと思います。ただその前のリンゴ戦にしても、広島の戦にしても先制された後逆転して勝利を持ってくるっていうところはすごく夏の全国大会を経験してたくましくなってきたところかなと思うので、はい、すごく今チームとしてはいい状況になっていると思います。はい、ありがとうございます。では続いて、高円宮杯への意気込みを教えてください。はい、まず他会場の結果、チームの結果にはなるんですけど、優勝したら、彼らの年間に目標を立てた歴史を塗り替えるっていうところに挑戦したいですし、まずもしプレーオフに回った場合はまず自分たちの目の前に選手を大事にして中国大会で優勝できるように、その先には先ほど言った彼らの歴史を塗り替えるというところに結びつける日々いい準備をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。また引き続き選手の成長に、サポートよろしくお願いします。はい、応援します。はい、最終節ね、プログレスリーグアンダー15、広島さん相手だったんですけど、3対1と、選手点は取られたものの3点取って逆転したこと、あとは内容的にも攻守に我々こうやりたいことが十分にこう表現できてた試合だったかなというふうに、はい思います。上ちゃんこれ見に行ってたと思うけど、はい、よかったよね、試合できて、はい、そうです ね、やりたいことをやろうとしてるってある程度できてるし、うん、広島相手でもそんなこれぐらいできるんだなっていうのが、うんうん、はい、すごく嬉しいサプライズでした。そうですよね。いやだからこうずっと見てない、ね、こう人がそういう風に言ってもらえるのはありがたいし、実際にそうだったかなっていう風に思います。でもやっぱ一つね、こうセットプレーを相手がこう得点につなげて、そこは反省しないといけないんですけど、ただそこからこう3つ取って、いけたことっていうのは、この夏の取り組みのところがこううまく出てるかなっていう たくましさが非常にこう出た試合かなっていうふうに思います。なので、最終節終わって、終わったもののまた高円がね次あるので、そこにつなげてほしいなというふうに思います。はい、で、これまた複雑な話なんだけど、最終節今終わって、はい、暫定1位暫定なんですよ。はい、暫定1位でどういうことかというと、高川学園さんが残り1試合残してます。今週末試合があります。で、現状の整理をすると、岡山が今勝ち点34、はい、で得失点差がプラス31で、高川学園さんが1試合残してて勝ち点が今33で得失点差がプラス22なので、今週末高川学園さんが勝つと、もう高川学園さんが優勝すると、はい、で引き分けもしくは敗戦すると岡山が優勝するといった状況になってるので、うん、最後までね、こう優勝争いできることは非常にいいことだけど、はい、でもこう反省するとしたら、もっと圧倒的なね、こうリーグの初戦から
最終節までそういったものを出せとけば、もしかしたらもうこの時点で優勝できてたかもしれないので、まあ、そこはあの反省しながらね、はい、やっていってもらえたらなというふうに思ってます。まあ、どっちにしてもあの、ね、高円宮杯にこうつなげて いかないといけないと思うんで、はいはい、そこはまた頑張ってほしいなと思います。はい、はい、じゃあ、今週も行きましょうか。はい、はい、今回のピックアッププレイということで、あの決まりましたね。決まりました、はい、で今回のピックアッププレイは、そのサンフレッチェ広島さんとの試合の3点目を決めた水船拓実選手の、得点になります。選手の、解説がありますので、そちらの方を、ご覧ください。どうぞ。ひげちゃん、もうちょいこっち、もうちょい、ひげちゃん、入れ入れ、来い、入れ、あきら、来た、はい、この時点で相手のラインが高くて、で、あきらもこっちの方向いてたんで、自分の前にボールが来るなということが分かっていたので、少し重心を前にしました。はい、この時点でここで背負ってしまったら相手のバックラインが下がって、もう一回攻撃をし直さないといけなかったと思うんで、相手をより相手の前に入りたかったので頭でコントロールしました。あ、これ頭だったんだ。はい、そうです。はい、流します。この頭のトラップで少しキーパーが前に出てきたと思うんで、そこが冷静に見れていたんで、あとはインサイドでループシュートを狙いました。はい、お疲れ様です。リーグ戦が終わって、次は高円宮杯になりますけども、その大会に向けての、抱負を教えてください。リーグ戦は、苦しかった、勝ちきれなかった試合とかも期間とかもあったんですけど、後期は切り替えて勝ち点を積み上げて、まあ、高川の試合次第なんですけど、まあ、優勝できたらそこで全国を決めて、そこで行けなかったとしても必ず予選勝ち上がって全国大会の切符を手にして、夏クラブユースクラブの歴史に塗り替えたんで、高円でもベスト8以上目指して、もう一個ファジアンの歴史を塗り替えるように頑張りたいと思います。はい、応援してます。ありがとうございます。で、3点目ね、非常にこう綺麗なゴールだったんですけど、もともとね、彼はあの体のしなやかさとかこうバランスがいいで、キックもいいんですよ、こうトップスピードになりながらも正確なこうキックができるっていうあの強みがあるんですけど、この得点もあのアキラからね、あのフリーキックで裏に抜け出して、でスピードに乗ってコントロールして、スピード落とさずに最後こう高い技術が必要とされるんですけど、ギリギリまでキーパーを見てループシュート、本当に彼らしいゴールだったなっていうふうに思います。蹴った瞬間吸い込まれていきましたね。ね、時間が止まってたよね。止まりましたね。わあみたいなね、あ入ったみたいな、すごい綺麗な、ゴールだし、試合があれで決まったかなっていうふうに思ってます。はい、匠もね、ちょっとこう途中からこう出場することが多かったりとかってもあるんだけど、こういうゴールをきっかけに、3年生最後 その高円宮杯でまたこうエネルギー全開でやっていってほしいなというふうに思ってます。はい、育成部からは以上になります。はい、じゃあ今日は、これで以上、プレゼンツアカデミーニュースはこれでおしまいとなります。はい、じゃあ次回がまた、2週間後になるの で、ね、また、はい、育成の方の試合に関しては、ファジアンの岡山育成部の X で、はい、ハイライト動画を、はい、先々週ぐらいからですかね。そうです、我々ねせっせと作って、もう深夜パソコン触りながらでもあれ面白いよね、作りながらね。いや、作りながら、あ、めちゃめちゃいいシュートだなとかいいプレーだなっていうのはすごい見えるんで、そうだね、たくさんの人に、ね、見てほしいので、ぜひもう選手の活躍をぜひ見てあげてくださいね。はい、はい、これ概要欄からリンクも貼って見れるように
なっておりますので、また次回の時にご覧いただけたらと思います。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。